はい、皆さんこんにちは、チェでございます。8月、8月なんだ8月って、今ポロッと出ましたけど、太鼓さんやっていきたいと思います。これね、私戦国立志伝と太鼓さんでこの武将読みね、ちらっと武将読みね、この武将列伝を読んだりするのはちょろっとリクエストいただいてますんで、この太鼓さんが終わったらついそれしようかなと思いますね。太鼓さんがいつまで、もうこれ140何部でしょう。すみません、ちょっと飲んじゃってますけど。で、ちょっと能力見てみましょうか。統率一番誰？あ、うちの部下だわ。あ、自制力、人物一覧だったらいいのかな。能力、おお、謙信さん106。ほお、すごいね。で、私もいるし、私ナンバー4なんだ。え、ノブリンよりあるんだ。ほお、てかここら辺鬼のようになってる。かっちゃんすごい。かっちゃん94万の、どうぞどうぞ。勘兵衛さんと、あ、孫一さん、いや私の部下すごい多いね。おお、正幸さんも、あ、田中ちゃんすごいね。この人も剣女さんが92あるでしょ。あ、家康さんまで行くとちょっと下がってる、80なんだね。いや、うちの部下結構多いわ。で、武力は？あ、伊藤斎さんね。もうこれはもう仕方がないね。もう、あちら側の人だもんね。柳生新陰流の柳生宗玄さん？宝蔵院さん。この人槍の人だね。うん、確か暗殺と槍の人だね。この人、奈良の人だ。うん。で、戦っちゃんが。あ、でも三太夫さん。桃地三太夫さん。ちょうどね、桃地三太夫さんってね、多分ですけど、昔毎日放送のね、ある番組のね、宣伝で桃地三太夫さんのことを言うCM があったと思うんですよ。何だったっけ、需要競争剤かなんかだったかな。なんちゃらかんちゃらの桃地三太夫ってなんか言うてる記憶が私あるんですよ。多分私が聞いてるんだから毎日放送だと思いますね。え、あと丸目さんって誰、大捨て流っていうの、大捨流か。この人か。はいはい。この人、私の部下じゃないの？あ、違うわ。違うね。吉岡さん。ああ、吉岡さんね。この人、あ、うん。京都の人？京都に住んでるよね、この人、確か。で、斎藤電気坊さんね。張飛みたいな人ですよね、これね。虎ひげみたいな。で、孫一さん、すごいな。おー、で、謙信さんでしょう。すごいね。前田慶次さんもいる。ここに武将が、ああ、正則さんもいるわ。清正さんもいる。すごいな。いや、すごいなしか言ってませんけどね。あと、政務は、ああ、みっちゃん。石田のみっちゃんが104。で、私が101。私トップかなと思ったんですけど、違うんですね。家さん99。ノブリン97。ああ、佐伯京太郎さんって、これ、お医者さんですよね、多分。あ、違う、ごめんなさい。これ、あれの人なんですよね。大航海時代の人なんですよね。私知りませんけど、ほうやってないんで。ねえ、登場人物、主役なのかな。で、あ、土井さん。鉄砲の人でしょ、これ。ねえ。すごいな。政務、鉄砲勝ちで政務が94か。すごいね。稲さん超えてるもん。稲さんが稲さんらしいんですよ、これね。まあ、いい感じで。で、軍師っていう感じがするんで。あ、でも政務だから、あれか。脂肪が高いわけじゃないから、どちらかというと政治の人だね、ほんとね。あ、小早川さん、あ、小早川さんもいいね、これね、この人ね。え、あ、今井宗家さん師匠かな、これ。腹立ってきた、この人。ほんとにもう忘れないからね、今井宗家さん。ああ、商人の時にやられた、もう数々の失礼というかね、もういびりというかね。え、あ、細川さん入って嬉しいね。あらららら、正幸さんここでも来るんだね。次は智望ね。あ、私がトップだ、もうダントツだわ。おお、100超えてるの私だけだね。で、魅力、あ、のぼりの方が上か。あ、せんちゃんだね。うん、あ、吉明さんすごい、99あるんだ。おお、そうなんだね。この人だよね。あ、違うわ、この人じゃないか。武力、
補正かかってないもんね。足利の誰だっけ。あ、これで見りゃいいのかな。足利の吉藤さん。ああ、武力プラス15。村雨なんか持ってんだよね。さあさあさあ、まあこの辺にしておきましょう。で、今治の町で、お仲間にしたでしょ、私。でもこの人また帰ってきてるんだよね。これ、何なのこの人。親橋殿でございますかと。謎の多い現実史、筑後の生まれとも、あ、筑後なの。ということは九州でいいのかな。生まれとも伝わるが、詳しい出自は不明。松永秀久に恐ろしいものを見せよという、あ、だからひーちゃんが絡むから奈良にもいたのかな。と言われると、亡き妻の原因を見せて震え上がらせた。後、豊臣秀吉の前で秘密の私事を暴いて処断されかけたところ、ネズミに返じて逃げたと。秘密の私事ってなんだろうね。なるほど。ならば、帰りましょう。さあ、ノブリン攻めたかな。さあ、帰ってきてるかな。どこに行くかなと。はい。まだ帰ってきてないんだね。大友でございませんかと。森下さん、あなた何が良かったかな。書物ね。書物。はい。はい。論語ね。おお、これは素晴らしいものと。ちょっと前にねねさんからいただきましたよね。で、あなたどんぐらい。あら、低いな。殴っちゃおうか。手加減しませんぞ。こちらのセリフですね、ほんとね。てか、こっちは手加減した方がいいかもしれないですけど。よいしょ。あ、ちょっと角度悪かったな。どうしましょうかね。あ、輪っか描けなかったっけ。あ、輪っか描けないんだね。輪っか描けると思ってた。演習場の敵をね、やっつけるみたいなのが。あったような気がしたんですけど、おお、そういく？おお、いや、ビームやめとこうか。あ、うん、そこそこいい。うん、そこそこいい鳴き声です。うまみがたまたいでも相手いたしましょうと。弟子入ってこなかったよね。サイオンジさん、森下さんだね今のね。ごめんなさい。去ります。河野さんはいなくて、あ、みんな、いないね。あ、みんなさんいません。じゃあ、城に行って、お帰りなさいませ、お前様。締めおられた方がね。妻と話しましょう。おー、これはまったけご飯ですよ。私、まったけが美味しいと思ったことがないので、長谷園のね、まったけ風味のお吸い物は大好きですけど、あれ、まったけ入ってんのなんかそれっぽいこと書いてたと思うんですけど。なので、どうしましょうかね。まあ、どうしましょうか、表情だね。徳川家の軍が北条家の駿府城を、あ、駿府城落とされたんだね。援軍を出すなら今かと思われますぞ、とか言ってますけど。あ、まあまあ、ノブリンね。あ、ノブリンじゃないわ。家康さんね、いろいろしていただいたからね。ちょっと返しに行きましょう。私が行く、それとも誰か行かす？誰か行かそうか。うん、誰か行かしましょう。合戦ね。お、ここ落とされたの。おー、そうなのね。あれ、ノブリン落としたんじゃないこれ。あ、落とし、あ、いやいや、違うね。これ私が落としてノブリンに奪われた気がする。はい、戦闘中ね。あ、送りましょう。はい、軍団長ね、私じゃなくて誰にしようかな。軍団長ね、あ、正行さんにしよっか。で、備え大将。こんなんはもうね、あ、半兵衛さんつけちゃう。半兵衛さんいいか。高虎さん、高虎さんと、あれ、助藤さん帰ってきてんじゃない。で、ねえ、かけとらさんがうちに来て、あ、病気だけどうちに来てくれとは思わなかったの、ほんとね。まだ上杉家残ってんのにね。おや、あまりいい人いないのかな。いい人いないね。あ、でも稲さんね、稲さん、稲さん、
あーもう完全に、あでもこう使えるのは使えんだね。政務と地防を持ってるんですけど、あーでもね、両国経営って書いてるから札、あでも結構いろいろ持ってんだ。おー名奉行、落石も持ってますね。あ忠興さんだね。うん、あと何、これで1人、ああ2人か、やっぱ、うん、大友さんってどんな感じでしたっけ。あ微妙だね、これ能力見れたっけ。あ見れるね、統率、あ土井さんがいるわ、土井さんでいいじゃない。ちょっと土井さん見せて、見せ、あ、あら、あまだ3人しか指定してないか。あーな、半兵衛さん、あ、そうだ、戸田さんだっけ、この人。戸田さんいたよね。あ、結構みんないいわ。うん、戸田影正さんね。この人、武力すごいんですよね。中上流なの？おー、なんか、どえらいことになってるけどね、修行しすぎて。もうあなたたちで行ってきてください。で、兵士、これ兵士マックスしかできないんで、あ、キャンセルできないのか。あ、できた、できた。1万6000もう含めてね。うん。これでいったら、これでも1万3000で連れて行かれるのかな。はい。うん。行ってきて。はい。軍団長、うん、どうしよう。うん。はい。正行、任せたとこだけに失敗を許さない。さあ、出陣じゃ、と。昇進できますか。見合うものが。襲名伝達ね。じゃあね。じゃあね、お金稼いできてください。うん。はい。はい、以上でよろしゅうございますか。はい。あ、まさきさん。あの、あれなんだね、病気なんだね。さあ、お前様何か、おー、いいかい？はい、うまいと。うまいとね。じゃあね、次どうしようかな。あ、うまかったと。今の感じね、武将さんがね、あ、へ、はい、かにしちゃったね。娘、浪人さんがね、あ、この後ならない人でしょ、これ。あ、でも、ん？なるのかな？ちょっと今日行ってみましょうか。足利さんね、足利さん襲いに行っちゃう？いやもうね、ただ襲うのがね、もうあれなんですよ。あの、どうしよう。襲っちゃう？うん。で、あそこにね、投げかけて。いや、でもあんまり悪いことしたくないなちょっとやめとこう。ちょっとやめとこう。今日の街行きましょう。で、民家ですね。この人はね、あれ、あ、そうだ、うん。門倉さんダメでしょ？この人もダメでしょ？お医者さんなんで。で、この人もダメなんですよ。あら？お？こんな人いたっけ？でもあんま能力高くないね。勧誘は？あ、五感。あ、来たわ。この人来たね。あと、この人だっけ？この人来るかな？五感だったら安いもんね。あら、ね、拙者は武士になるつもりはございませぬ。あとの人は全員そうなんで。あ、よかった。あ、よかったというか、うん、でも一人入ってきたね。じゃあ、やっぱり人物一案で。足利さんね、足利さんね、七条さん、あら、あ、でもこの人仲間になるかな。 あと厳島だっけね。私厳島って呼んじゃったんだよね。ねえ、ほんと困ったもんですわ。あ、じゃあ、あれ、この人も？ちょっと待ってね。まずじゃあ、ナルト行きましょうか。
ナルトにいるんだね、今の人ね。あなた誰？三平さん。はい。能力だけ見ましょうか。はい。あ、普通だね。じゃあね、この辺でちょっと終わっておきましょうか。ちょっと待ってね。これ、あ、そうだね。もう一本取るつもりなので、大丈夫ですね。私忘れないですね。じゃあ終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。